シーズンは天皇杯ベスト4入りなど快進撃を見せたロアッソ熊本。新たな戦力として注目なのが道脇豊選手に続くチーム2人目の高校生 J リーガー熊代圭人選手です。現在イングランドに短期留学中でビデオメッセージで意気込みを語りました。自分はシュートが武器なので皆さんの前で早くゴールを決めるように頑張ります。さらに J1 の柏レイソルから期限付き移籍でディフェンダーの岩下航選手が加入。熊本でのプレーは2年ぶりです。自分は、守備の球際の1対1の強さと攻撃ではゴール前でのスルーパスやクロスに注目してほしいと思います。その他 U22 日本代表候補に選出された藤井光也選手など合わせて6人がロアッソに仲間入りしました。やっぱり我々のクラブの強みである継続性であり一貫性でありそして選手を育てる育成力、ここをベースにしながらポテンシャルのある既存選手おりますので、こういう選手たちをしっかり鍛えて底上げをする、新しく入ってくる選手のフレッシュなパワーを、上積みして、新シーズンに臨みたいというふうに考えております。早くチームに慣れてですね、戦力になってもらいたいと、それだけですね。チーム創設20年の節目を迎える今シーズン、悲願の J1 昇格を目指し明日から全体練習をスタートさせます。